はい、高齢者体操 TV、今回はですね、今回も、キューピー様の会場を借りてですねご案内していきたいと思います。で今回ですね、テーマはなぜ高齢者は転びやすくなるのか、高齢になると転びやすくなるのかというところをですねご案内していきたいと思いますが、実はですねお子様も、転びやすいんですね。はい、それとまたちょっと違うメカニズムなんで、こちら高齢者の方で今日はご案内していきたいと思います。高齢者体操 TV ですからね、やっていきたいと思います。で、なぜかと言いますと、まずですねいろんなことが考えられるんですが、まず整理しましょう。転び方というのはですね2種類あります。2種類、ね、まず1つ目がですね、はい、テレビ出るかな、ビヨンって出てますね。はい、出たら嬉しいんですけども、1つ目は、崩れるように転ぶ、ズルズル。これですね、崩れるように転ぶのは、何かと言いますと筋力の問題です。はい、筋力で、2つ目、こちらは、倒れるですね、バタッと。はい、これはバランスの問題です。この2つが原因となって転びます。はい、これ以外の転び方っていうのはちょっと考えづらいんですけれども、この2つをですね整理していくと、まず筋力の方はですね、ご高齢になるとですねやっぱり筋力が低下してきます。なので、しっかりとしたですねウェイトトレーニングなのか、速筋性を鍛えるようなね、バッとこう、ね、足がつけるような、そういった、トレーニングをやっていただければいいんじゃないかなと思います。そして、2つ目の、これですね、バランスの崩れるですね、倒れるという、内容なんですけども、これはですね姿勢を制御する能力を上げていかなければなりません。はい、じゃあどうして高齢になるとですね姿勢を制御するのが苦手になってくるかと言いますと、まず一つですね、筋肉が硬くなっていって柔軟性を失うと、その調整する機能が失われるんですね。はい、あとはですねもう一つは、感覚のですね需要ですね、感覚を受けてバランスが崩れていることをですね察知する能力、いわゆるですね3つあるんですけれども、視覚系、そして、前提系、三半規管ですね、あと体勢感覚系という、こちらはですね感覚が鈍くなって転びやすくなるというふうに言われています。さあ、じゃあ実際どうやってやっていけばというんですけども、まずはですね一つちょっと立ちますよ。どうしてもですね立っているときにですね、我々は大きな動きをしないときっていうのは、後重力筋を、まあ、使ってこう立ってるんですけれども、足の裏の筋力でうまくバランスをとって、もうこれで処理がほとんど終わっています。はい、ですが、ちょっとこうつまずいたりバランス崩すとですね、もうここで高重力筋がフル活動してですねしっかり使えないといけないですね。その時に、その高重力筋が使えなくなってしまっている方々はパッと足が出なかったり、動けなかったりしますので、なるべくですね足の裏だけじゃなくて股関節周りとか、はい、体幹、あとはですね首を、まあ、柔らかくしておいていただいて、頭を傾けないような技術を身につけておいていただけると、転びにくくなると思いますので、ぜひですね、普段生活の中でですね歩くだけとか座るだけじゃなくてですね、複雑な動きをですねトレーニングや体操を乗せながらですねやっていただければいいんじゃないかなと思います。はい、なぜ高齢者が転んでしまうのか、2つです。筋力が落ちてくる、そしてバランス感覚が落ちてくる、この2つです。それを日々ですね磨いていただければと思います。はい、こんな形でですね高齢者体操 TV では、皆さんもですね、情報をお伝えしてます。毎週金曜日です、ね、12時にアップしてますので、ぜひチャンネル登録していただけますと、そのアップがすぐ分かりますので、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、この動画を見てですねなるほどと思った方はぜひいいねボタンを押していただいて、コメントもですねよろしければいただければと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。はい、皆さん高齢者体操 TV です。チャンネル登録はお済みでしょうか。よろしくお願いします。はい、チャンネル登録ってどうですか。はい、あの Android の携帯をお持ちの方はですねそのままもう多分初期設定で Google アカウント作ってるんですけども、あの iPhone とパソコンの方はですね自分で Google アカウントを作らなきゃいけないんですよ。あ、そうなんですね。なのでその方はぜひですねあの Google アカウントで検索してあの登録の方をまずやってみてください。それができるとチャンネル登録できますので、まずそちらの方お願いします。お願いします。